流出した機密情報でも指摘されていた民間人が攻撃に巻き込まれ犠牲になる被害ですがアフガニスタンで23日に行われた攻撃でまた市民が犠牲になった可能性が出てきましたアフガニスタンに駐留しているアイサフ国際治安支援部隊は反政府武装勢力タリバンとの戦闘で民間人45人が死亡したと発表 アイサフは誤射の可能性を否定しており被害を受けた住民の目撃談とは食い違いが生じていますイギリスです。アフガニスタン南部のヘルマンド州で先週末アイサフ国際治安支援部隊のヘリコプターからのミサイル攻撃で子供を含む民間人45人が死亡したとする地元住民の主張を受けアイサフが事実関係の調査を開始しました BBC の記者がアフガニスタンの現地で破壊された住宅や住民の話を取材していますアフガニスタンに駐留する国際部隊は民間人が23日ミサイル攻撃を受け死亡した問題を調査していることを明らかにしましたしかし国際部隊はヘリコプターがヘルマンド州を飛行し子供をはじめ45人が死亡したとしか発表していません一方 NATO= 北大西洋条約機構主導の部隊はこうした問題が起きたことは知らないと述べています 国際部隊は誤射を否定していますがこの住宅が破壊された理由はまだ分かっていませんしかし現地ジャーナリストの取材ではたくさんの目撃者が爆撃の様子を生々しく語っています兄弟を失ったこの少年はヘリコプターが迫ってきたので兄弟たちに逃げるよう指示した自分は少し離れたところの壁に隠れたおかげで難を逃れたと話しています 爆撃のあったヘルマンド州のサンギン周辺ではタリバンとアイザフ国際治安支援部隊との間で戦闘が起きていました住民は安全と思われる村に移動しましたがヘリコプターが上空を旋回し攻撃大勢が身を隠した住宅にミサイルが命中したといいます地元住民によると合計45人が死亡したということです この男性は死体を全て運び出すのに深夜までかかったといいます遺体を埋葬したほかけが人を病院に運んだという人もいましたラジハヒームさんです遺体はあまりに無恩らしい姿で見るに堪えなかったといいます住民は翌日国際部隊に攻撃の理由を尋ねたといいます 子供7人がけがをしカンダハルの病院で治療を受けていますヘリコプターの攻撃で怪我を負ったのかどうか確認は取れていませんしかし入院中の一人シャキーラちゃんはヘリコプターが来たので家の中に入るよう言われたが姉妹2人が亡くなったと話しています今回の事件について国際部隊は調査を開始しましたしかし 今回、インターネット上に大量に流出した機密文書からは誤射や誤爆など市民を巻き添えにした事件は実際にはもっと多いことが明らかになっていまして現場の兵士による内部告発は今後さらに波紋を広げることになりそうです。